青木拓馬は日本のオートバイロードレースライダー。現在はプロレーサー。群馬県小持村出身。青木三兄弟の次男であり、兄は青木信厚、弟は青木治親。兄弟の二人と同じくポケバイトミニバイクレースを経て、1990年にロードレースデビュー。1991年に国際永久に特別昇格し、 全日本ロードレース選手権 GP250 クラスに参戦。兄弟二人が海外進出しても国内に残り、1994年は GP500 クラス廃止により国内最高峰となったスーパーバイククラスへ転向。1995年はホンダワークスの HRC に入り、全日本チャンピオンを獲得した。また、 NSR500 に乗り、ワイルドカード枠で出場した、ロードレース世界選手権日本 GP で3位、表彰台を獲得した。1996年は、スーパーバイククラスの連覇を達成。1997年レプソルホンダのライダーたち。左から、青木、クリビーレ、ドゥーハン、岡田。1997年には、世界 GP の GP500 クラスに、 レプソルホンダよりフル参戦。NSR500 に比べ戦闘力の劣る NSR500V ながら開幕戦マレーシア GP で一時トップを走行。イモラでは千0 0アチシと兄弟で表彰台に立ち、最終戦をオーストラリアはアレックスクリビーレと優勝を争い、金差の2位。フル参戦初年度ながら表彰台を3回獲得し、年間ランキング5位を獲得した。 1998年、シーズン前に結婚し、講師ともに充実した時に事故に見舞われる。2月に、栃木にあるホンダのテストコースで、テスト走行中、右コーナーでハイサイドを起こし、バイクのタンクに乗りかかる格好で、コースアウト。速度は時速50キロメートルも出ていなかったが、バリアに頭部から突っ込み、脊髄損傷のため、下半身不随となる。 事故翌年の1999年、車椅子に乗って復帰し、ホンダレーシング所監督に就任。また、テレビ解説や子供向けバイク教室、参加型ミニバイクレース、連帯のプロデュースなど、モータースポーツ普及活動に、精力的に取り組む。それでも、レーサーとしての情熱を諦めることはできず、レース中の事故で下半身不随となった元会一。 ドライバーのクレイレガッツオーニに刺激され、レース復帰を目指す。手動カート、ハンドドライブクロスで実績を積み、レガッツオーニがプロデュースした、イタリア製の身体障害者用運転補助装置、グイドシンプレックスを取り付けた改造車で、海外ラリーに参戦。2007年、アジアクロスカントリーラリーに出場し、総合7位、2008年は、総合19位。 市販車改造ディーゼルクラス優勝2011年は総合3位の成績を残した2009年にはダカールラリーに初参戦2008年アジアクロスカントリーラリーが起き最初に日本自動車連盟に競技ライセンスを申請した際には体に50%の障害がある人には発給できないと断られたその後発給されたライセンスは ジムカーナラリーレードダートトライアルなど単独走に限定され他社と競争するレースには参加できなかった。これに対し、タクマ本人も手動での車両操作機構の開発を引き続き進めると共に出場可能なナンバー付きビッツレースで腕前をアピール。さらに友人である土屋武志らが中心となってジャフに働きかけを行った結果、2010年に ライセンスの限定が解除され、国内のサーキットレース参戦が可能になった。14年ぶりに全日本クラスの競技に復帰し、スーパー耐久シリーズ ST4 クラスに土屋と組んで参戦。2013年には国際自動車連盟から国際競技ライセンスを発給され、現在はレーシングドライバーとして GT アジア、アジアンルマンシリーズなど海外のレースにも出場し、 優勝することを目標に挑戦している。2014年にルマン24時間レース出場プロジェクトを立ち上げ、2018年にはフランスの SRT41 チームより2020年のルマン24時間レースに特別枠で出場することを発表した。また、未来を担う青年やハンディを持つすべての人に夢を諦めない挑戦し続けることの素晴らしさを伝えるべく、 笑顔と勇気を届けるため、全国各地で講演会や、訴求活動をしている。障害を追って以降バイクには、乗れずにいたが、2019年に、千代屋が代表となり、障害者ライダーを支援する、サイドスタンドプロジェクトを設立。同年7月の鈴鹿8時間耐久ロードレースの、企画、タクマライズアゲームにて、21年ぶりにバイクに乗って、鈴鹿サーキットを走行した。 車両は下半身不遂でも走行できるよう改造された特別仕様のホンダ CBR-1000RR が使用された。同年10月の日本 GP では第2弾としてモートジッピーマシンのレプリカ、ホンダ RC213VS に乗り、青木3兄弟揃ってのデモ欄を行った。11月には鈴鹿サウンドオブエンジン2019にて、 レース中の事故で下半身不随となった元世界 GP500 王者ウェイン・レイニーとデモランを行った。1993年からのポイントシステム。ありがとうございます。